小川の持つ GSC タックのベルトにも挑戦しましたね。そうですね、三沢選手の真似をしましたね。そうですね、エルボー打ち込んで、そして自らロープに飛んで、アウト、ランニングエルボー。三沢の得意技のランニングエルボーを放っていきました健太です。胸元へのキック2発、そしてチョップを放って、アウト、顔面への張り手。お、三沢が防戦一本になっています。怒りのエルボー。1981年3月12日に生まれました23歳。そしてこの三沢瑞治は1981年8月21日にプロレスラーとしてデビューしました。健太にとっては生まれた時からプロレスラーでした。最大限に強化できて、おーっと顔面。さあ再び三沢の動きが止まり始めました。おーっと今度はステップキックです。精神的にも揺さぶっているかもしれません。さあ再びステップキック、ゼイボー。しかし倒れない、中央健太に向かってダイビングのボディープレス。健太を捉えてタイガードライバー。健太がしかしなんとか立ち上がったところ、あーっと膝蹴り。今社長のマウスピース飛んだですね。さあ膝蹴り打ち込んでいって、そして今度は行くぞ、ブサイクへの膝蹴り。さあカバーに入った、どうだ。左肩をなんとか上げました三沢。その三沢はすぐさま起こした。もう一度行くか、もう一度行くか、あーと左側頭部ハイキック捉えて、そして格ゲー上げて、あー危ない、危ない、とんでもなかった、危ない。落として膝蹴り。危なかった三沢光晴、しかしエルボーです。そしてあーとエメラルドか、切り返した。今度は右側頭部、そしてエメラルド。さあ今度はエルボーだ、左右の連打、エルボーと三沢もエルボーを打ち返した。そしてランニングエルボー、さらにはカバーに入った。ケッタが返します。左肩を上げます。打撃の重みがやっぱりどうしてもあるんでしょうね、はい、さあエメラルド本家本元。さあカバーに入った、どうだ、カートスリー。エメラルド打ち込んで、そして自らそのエメラルドフロージョンで敗れました健太。今ジュニアででもこれだけ踏ん張れる人間もなかなかいないんじゃないですか。本家本元のエメラルドフロージョンを受けて、今ようやく三沢の手を借りて起き上がろうとする健太。しかし三沢もこの健太の健闘を称えます。